バティックは2箇所のシリンダーにウェイトを装着するローディングウェイトシステムを採用しています。ウェイトの種類は4種類あります。アルミ 1g、 ステンレス 2.5g、 タングステンが 5g と 6g、 標準はアルミ4個と 5g のタングステン2個がセットされています。その組み合わせは4096通りあり、スイングに合わせてベストなウェイト配分が調整可能です。ウェイトの取り付け方法は、付属のトルクレンチでネジを外し、弾丸を込めるようにシリンダーにウェイトをセットしていきます。セットが終われば、再びトルクレンチでカチッと音が鳴るまでネジを締めてください。ウェイトの配分は弾道矯正例を参考に、持ち玉をどんな弾道に矯正したいのかでウェイトを組み合わせてください。